科医院院長堀中俊孝先生です。では先生よろしくお願いいたします。あ、皆さんおはようございます。今日は子宮頸がんのですねのセミナーということでお話しさせていただきたいと思います。皆さんもよくご存知だと思いますけれども、パート1とパート2ってこうちょっと書いたんですけれども、まあ、内容はちょっと似てるんですけれども、HPV ワクチンがですね積極的に勧奨されるようになってですね、約一時ストップしててからはですね9年ぐらい経ってるはずなんですね。で20069年ですか、から HPV ワクチンが行われているんですけど、多分4年間ぐらいで一時的にちょっとストップしてしまったと。で、世界ではですね、ほとんどこの HPV ワクチンっていうのをやってるんですけれども、日本だけちょっといろいろな副反応ですかによってですね、ストップしてしまったと。で、ぜひ将来的にですね、やはり子宮頸がんで命を落とす方がかなりいるんでですね、それを何とかしなくちゃいけないということで、私も星ヶ谷市の子宮頸がん院の以前ですね院長をしています。それから埼玉県産婦人科医会でもですね積極的な勧奨をしましょうということで、私も今婦人科医会の副会長をしているんですけれども、積極的にですね今後進めていきたいということを知事さんにもお話している次第でございます。では早速ちょっと始めさせていただきます。皆さんよくご存知だと思うんですけれど、あ、それからですね、私の内容は大体このプリントに全部書いてありますので、できればお話を聞いてですね、で後でまた何か質問ありましたらよく言ってくだされば幸いだと思います。子宮頸がん、これはどんな病気かということなんですけど、これも皆さんよくご存知だと思いますけれども子宮のですね入り口のところにできるがんとですね、子宮の中にできるがん、2つあります。で、頸がんはその入り口の方にできるがんで、体がんっていうのがですね中にできるがんです。ただですね、子宮頸がんっていうのは特徴がありまして、予防ができるがん、これどういうことかっていうとですね、例えば皆さん卵巣のがんって分かりますね。お腹の中にある卵巣がん、これもですね見つけることはできるんですけれども、子宮頸がんの場合ですとね、子宮の入り口のところをちょっとこすってそのままで細胞を取ってきてですね、いいものか悪いものかを判断することができます。ただし、もちろん体がんもそうなんですけどね、卵巣の場合ですとお腹の中にちょっと取ってきてってことはできないんですね。で、これがちょっとがん検診に、そうですね、卵巣の場合はちょっと向いてないような感じがします。ただ子宮頸がんの検査を受けていただければ、まあ、私どもなんかはですね必ず内診とそれから超音波見てですね、できれば卵巣も入ってないかっていうことを見てですね見分けることができますので、ぜひ先ほど、お話したようにですね子宮頸がん検診をね受けていただけると幸いだと思います。それからですね、子宮頸がん、これはね昔はですね40、50歳ぐらいの方に多いような傾向がありました。私が、まあ、医者になった頃ですからもう30年40年ぐらい前ですね。その頃はですね子宮頸がんのですね人の手術の前のオペ伝票ってなんで、それを書くときにですね、大体見るとね年齢がいった人だと。実はですね今ね非常に若い人からですね子宮頸がんが起こるようになっております。で、これはですね、まあそうですね、パピローマっていう先ほど言ったウイルスですね、これが関与していると言われてるんですけど、若い方の性行動がですね、活発になってきたっていうこともあって、こういうふうなですね子宮頸がんが若年層に、頻発するようになったと言われております。で、一番まずいのはですね、20代30代ぐらいでもし子宮頸がんになった場合に、これはちょっとまずいことがあってですね、今だいたい
少し晩婚化になったと思うんですけれども、やはり、そうですね、妊娠をするにあたってですね、まあ、ある程度20、30、40この辺がね一番大事な時なんですね。でこの時に子宮頸がんになっちゃったりすると子宮を取らなくちゃいけないっていうふうな非常に厄介なことが起こります。でなるべくこれを避けたいっていうことでですね、で検診を受けていただくということになってます。でそれでですね、次ですね、これが子宮のですね、あれそうですか、はいはい、分かりました。ですね、この絵を見ていただくと分かるように、これが子宮の入り口のところにですね、子宮頸がん、ここがで起こるのが子宮頸がんで、中のがんがですね、子宮体がんですね、あと女性のですね、がんの種類についてちょっとお話をして。でですね、卵巣のがんとかですね、卵管のがんとか、それから膣のがんだとかいろいろながんあるんですけど、まあ、今回この子宮頸がん、こちらのがんですね。でこの検査はですね、皆さんよくご存知だと思いますけれども、細胞診つってですね、ブラシでちょっと子宮の入り口のところを削ります。あ、ごめんなさい、入り口のところをですね、ブラシでこすります。そんで、細胞を取ります。である程度ですね、その細胞がまず正常の場合と異形成っていう細胞が見られることがあります。でこの異形成っていうのはどういうことかっていうと、細胞の変化なんですけれども、まだがんじゃないんですね。でこれをほっとくとがんになっていくと。で段階があります。それはですね、どういうふうに段階があるかっていうと、ここに書いてある軽度、それから中等度、高度、上皮内がん、がんっつってですね、浸潤がんっつって、この段階があってですね、我々が一番見つけたいのは、せめてですね、上皮内がんより前で見つけたいということなんですね。上皮内がんより前でね。で、まあ、軽度異形成、中等度異形成、高度異形成ってこういう段階があるんですけれども、これも先ほど言ったようにパピローマっていうウイルスでなります。こういうふうな変化ですね。で、軽度の異形成の場合、もし見つかった場合はですね、まあ、そうですね、一応ですね、このあと組織診というのがあります。でその組織診というのはどういうことかというと、子宮の入り口のところをちょっと4箇所だけですね、パチン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 って取ります。で先ほど の子宮頸がんの方はブラシでこするだけなんですけど、それは表面ですね。で今度はもし怪しい中等軽度だとか中等度とかそういうのがあった場合に、組織診というのをしてですね、そのもの自体をちょっと取ってきてですね、で顕微鏡でよく見てもらう。で本当に軽度なのかな、いやもしかしたらもうちょっといってんじゃないとかね、そういうものを見分けるために組織診っていうふうなものをやります。でもし、軽度異形成ということであればですね、6ヶ月に1度の、細胞診、先ほど言ったような入り口の子をブラシでこすってフォローしていけば問題ないと思います。それから中等度異形成になった場合はですね、まあ3ヶ月に1度とかですね、そんな感じで。でその先の高度異形成あるいは上皮内がん、もしこういうものが認められた場合はですね、子宮の入り口のところをちょっとここを削ります。これは円錐切除術っていうんですけれども、入り口のところを削ります。それでもうがんから解放されちゃうってこともあるんですけれども、ただですね、やはりちょっとリスクもあります。例えば先ほど言った20代とか30代の方にこれになった場合ですね、どういうことが起こるかっていうと、将来お子さんが欲しい時にですね、入り口を削っちゃうと短くなっちゃうんですね、入り口がね。そうすると流産とか早産の確率が起こるっていうことです。ただですね、命に関わるってことになった場合はですね、子宮は温存できるからこれだけでも十分ですね、対応できると考えていいと思います。まあ、高度異形成、それから上皮内がんですね、この辺になった場合は円錐切除術というふうな、ね、手術をするということで、ある程度、子宮を温存できると、
それからこの円錐切除っていうのをすることによって入り口のところを、本当にこのところを円錐のように取るんですね。もしここに悪いものが残ってれば、もうこれ全部取れちゃったっていうことで治療にもなります。それからもう一つはね、診断にもなるんです。治療と診断を兼ねする中でとどまってれば、これはそこまで行ってないんだな、もし上まで行ってるようだったら、これちょっともう円錐じゃ取れなかったんでしょうがないから子宮を取る手術しましょうっていう、診断と治療とですね両方兼ね備えているのがこの円錐切除っていうものになります。ただですね、その先に行った場合ですね、浸潤がんになった場合、これ大変なことになっちゃって、子宮は取るわ、卵巣は取るわ、放射線をやるわ、あるいはですねリンパ節郭清っつって、私も獨協医科大学越谷病院でずっと15年間ですね、病棟准教授と講師、それで手術いっぱいやってきたんですけれども、非常に大変なことになっちゃいます。どういうことになっちゃうかっていうと、手術の後にですね、やっぱり後遺症が残ります。足がね、ゾウさんみたく腫れちゃったりですね、リンパ節が、切除することによって管理が悪くなったりしてですね、それからもちろんですね、いろいろな不都合がたくさん出てきちゃうんで、なるべくあまり大きな手術をしたくない。そのためには必ずね、早く見つかればこんなことやらないで済むっていうことが、ぜひ頭に入れていただきたいと思います。で次ですね、円錐切除によって子宮は温存できると。それからこれ先ほどちょっと話したやつですね、これが細胞診っていうふうなもので、皆さんよくがん検診を受けた時に紙返ってきますよね。でそこに昔はですね1とか2とか3とかこんなの書いてあったと思うんですね。で今そんなの全然言わないんでですね、今はですね、ここに書いてあるように、この NIM っていうのが正常の場合です。それからだんだんこう進んでいってですね、 ASC、ASCUS、ASCH、ローシル、ハイシル、SCC っていうこういうふうな、分類がですね昔と変わってですね、昔は1とか2とか3とか言ってたんですけれども、外国でそんなこと言ってると全く相手にされないんで、最近ベセスタシステムって言ってこういうふうに、略語が使われるようになって、細胞診の判断をされるようになってきております。正常が NILM で、 ASCUS っていうのがで、これが一番軽いやつなんですけれども、パピローマって先ほど言ったウイルス、これによってですね、この ASCUS って場合はですね、もしかしたら子宮の入り口のところにそのパピローマってウイルスがいる可能性がある。でそのウイルスはですね、男性が持っててですね、性交渉することによって子宮の入り口のところにくっついてですね、何年もかけてですね、どん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 進行していってがんになるって言われております。ですからいきなりがんになっちゃうわけじゃなくてですね、ですから性交渉がない方はほとんど、子宮頸がんに関しては、ならない、ならないまでは言い切れないですけど、かなり少ないと考えていいと思います。ただほとんどの人が、お子さん産んだりすることがあるわけですから、皆さん性交渉を持ってるわけですけれども、この ASCUS っていうものが出た場合はですね、パピローマテストっていうのをします。 HPV の検査です。でこれで、やることが望ましいんですけれども、もし HPV がいるようだったらですね、いるようだったら、先ほど言ったような子宮の入り口のところを4箇所ちょっと取ってですね、組織診っていうのに変わっていきます。それから陰性の場合ですと、パピローマがいない場合はですね、細胞診、1年後にですね同じ検査をすると。で施設によってはですね、このパピローマができないところがあります。その場合は6ヶ月後にまた同じ細胞診をするというふうなことで、このフォローしていきます。これがですね、パピローマですね、HPV、これによって子宮頸がんが起こる。もうちょっとしたらまた詳しいパピローマの話しますけど、それからローシル、エッチシル、ハイシルですね、SCC、こういうふうな
ものに対してなんですけれども、経度異形成、先ほど私が言ったように、もしこの経度異形成だった場合は、やはりこの精密検査をします。子宮の入り口のところを4箇所取ってですね、それから中等度あるいは高度上皮内がこの辺も全部同じようにですね、もしこういうふうなものがあった場合は4箇所取ります。まあ、うちでも4箇所ちょっと取って、ただね、入り口をパチンパチン取りますけど、出血がちょっと多いんですね。で、昔はですね、大学にいた頃とかは、まあ、1日入院してもらってやってたんですけど、まあ、うちではですね、まあ、ちょっと4箇所取った後にですね、ガーゼをね、2枚ぐらいギュッと押し込んでですね、で1時間ぐらい休んでもらって、出血がないのを確認して帰ってもらうと、あるいは翌日また来てもらってですね、出血してないかのを確認をするというふうなことをしています。このコルポ、それから、生検ですね。でこのコルポっていうのは、ね、顕微鏡みたいなものでですね、子宮の入り口のところを見ます。それで、あ、なんかこれ怪しい細胞がいそうだなとかっていうふうだったら、そこを狙い撃ちしてですね、パチンパチンって取るんです。で皆さんよく子宮頸がんの検診の時ですね、私疑問っていうかおかしいんですけれども、自己採取って聞いたことあります？そういうのがあるんですね。会社なんかでですね、自分で取る検診、私が大学行った時、検診やってるって言ってるのに、見てみたらとってもだいぶ進んじゃってる人がいてですね、とかって話したら自己検診だったんです。で全くとんでもないところに多分取ってて、取ったものは多分検査室の先生は、あ、これはちゃんと取れてると思って判断してるわけなんですけれども、実際素人がこう取ったってす、それは取れるわけないんでですね、できればぜひ自己採取ってのが会社なんかでありますけれども、それはなるべくだったら受けないでもらいたい。日本産婦人科学会でもですね、その自己採取っていうので、取ったのはいいんだけど安心してですね、で実際にがんだったなんてことがあったら大変なことになっちゃうんで、先ほど皆さん言ったように腰が死の場合だったら1年に一遍ですね、きちんと、まあ、1000円ぐらいで確かできますので、ぜひそれを受けてもらった方が間違いないと思います。この自己採取っていうのはちょっとね、あれしていただき、で次ですね、これがですね、子宮の入り口のところのね、頸がんの、細胞診の分類です。それから次、これはですね、場合によって子宮の検診の結果でですね、 AGC とか AIS とかこういうので返ってくる人もいます。でこれはどういうことかっていうと、子宮のがんにはですね、頸がんの中でも、扁平上皮がんっていうのと、それから腺がんっていうのが2つのタイプがあります。で扁平上皮がんっていうのが一般的な子宮頸がんのところです。特にこの扁平上皮になるウイルスっていうのがパピローマの16型って言われております。16型、それでですね、その一つちょっと上の方にできるがんがあるんですね。それが腺がんです。これがですね、この腺細胞系ってここに、これですね、腺細胞系、腺がんっていうのができてですね、それがですね、パピローマで言えば18型っていうウイルスによって起こると言われています。一番多いのは16型なんですけどね、18型っていうので起こる細胞による腺がんっていうのがあります。これ腺がんっていうのはちょっとタチが悪いんでですね、っていうのは奥の方にできるんでですね、やはり手術もちょっと難しくなるということがあります。もちろん子宮頸がんの検査すればこれも全部ですね、腺がんだろうが扁平上皮がんだろうが分かりますので、ぜひ受けていただければと思います。で次ですね、先ほど言ったようにですね、異形成の中でも、中等度以上、特に、ね、高度とか上皮内がんになった場合は治療が必要になります。
その前のですね、頸動位形成とかの場合ですとフォローでいいと思います。もちろんその前に先ほど言った組織診をやってきちんと軽度なのかどうかを確認するんですけれどもね、前がん状態の前がん状態の中で異形成中等度以上、これは一般に、高度とそれから上皮内がんの場合は治療、これは円錐切除です。先ほど言った子宮の入り口をちょっと削る手術ですね。で、先ほど言ったように高度異形成あるいは上皮内がんの状態で発見できればですね、子宮は温存して取ることもしなくてですね、円錐切除だけで、ある程度ですね、日常生活を送り、それからかつですね、妊娠分娩も可能になるということです。ところがこれを過ぎちゃうと子宮取らなくちゃいけなくなったりですね、大変なことになってしまうっていうのが、それから大体ですね、今日本人で毎年1万1000人ぐらい子宮頸がんになります。進行がんにかかってそのうちの大体2800人、これが亡くなるっていうことなんですね。で、これをぜひとも予防するっていう意味でですね、越谷市もですね、年に、全国的には2年に1遍なんですけど、越谷市の場合はですね1年に1遍がん検診をですね、施行できるっていうふうになってますので、ぜひ頭に入れておいてください。これはですね、子宮頸がんと子宮体がん違う、これはもう皆さんもよくご存じだと思うんですけど、子宮頸がんっていうのはね、ちょっと若めの方です、20代30代40代この辺の方、性成熟期の方で、体がんっていうのは年齢がちょっといった方ですね、50代ぐらい、40代から50代ぐらいの方で、これ全く違うがんです。細胞自体が全く違うんですね。で、リスクファクターとしては先ほど言ったように子宮頸がんの場合はパピロマウイルス16、18型っていうね、ウイルスが悪さするって言われてます。で、子宮体がんの場合はですね、これは肥満とか高血圧、糖尿病、こういうふうなもの、それから頸がんの場合は先ほど言った性交渉がある方に、パピローマの感染で起こるんですけど、体がんの場合は性交渉がない方になりやすいと言われております。未婚、既婚、お産したことないような方ですね。なぜかというと、それから体がんの場合はですね、検査がちょっとしにくいことがあります。年齢がいってない人でまだ子宮の入り口が柔らかい場合ですね、スッとこう入り口の中に、その器具を入れてですね、細胞を取ることができるんですけど、大体やっぱり50歳超えてくると閉経しちゃうと子宮の入り口がこう狭くなってきちゃうんですね。で、針の穴みたいなところに無理やり 棒を入れて中を取ってくるんで、痛みがかなりあるんですね。それから、中まで入らないということもある。で、その辺でやっぱりきちんと見分けがちょっとつかなくなることがあります。それから体がんの場合はですね、一つは乳がん、皆さん乳がんと子宮体がんって結構因果関係があるって知らなかったかもしれないですけれども、ホルモン依存性なんですね。エストロゲンっていう女性ホルモンが乳がんを起こすと言われてます。それから子宮体がんもエストロゲンっていうものが関与してるって言われてます。ですから、例えば乳がんでホルモン療法をやった方、これはどういうことかっていうと、ノルバディスクとかですね、タモキシェンとかっていうお薬があるんですけど、乳がんの10年ですかね、使ったりして乳がんを予防する薬があるんですけど、そういうものを使ってる方はぜひですね、体がんの検査もした方がいいと言われております。先ほど私が言ったように、組織型としては扁平上皮、これ HPV の先ほど言った16型ですね、これがね 80% です。で、あと腺がん、これが HPV16 なんですけど、これが大体 20% ぐらい、子宮の入り口であったとしてもこの発生率がですね、こんな違うんですね。やはり多いのは子宮頸部のですね、扁平上皮によるパピロマ16によるものが多いって言われて、で、症状としてはね、両方とも出血がやっぱりメインなんですけど、頸がんの場合はいきなり出血、ごく初級の場合はほとんど出血とかないんですね。ですから検診がやっぱり一番と考えていただいて、体がんの場合はですね、出血するんですね。で、これはどういうことかっていうと、
肺がんにいきなりならないです。子宮内膜増殖症って聞いたことあります？子宮の中の膜がホルモンのバランスが崩れることによって中が熱くなってくるんですね。で、熱いと子宮が縮めないからダラ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 出血する。例えばお産の後に胎盤が残ってたりするとオロがいつまでも続くと同じようにですね、子宮内膜が熱くなるとやはりそれによって出血が起こる。で、そういうふうな胎がんの場合は、症状としてですね、出血、これをちょっと念頭に置いておいて、一番困るのはですね、もう年齢が45ぐらい、あるいは50近くで閉経近くだから、こう出血してもしょうがないやって考えちゃう人いるんですね。確かにそういうことはあるんですね。45、55ぐらいになると、あれこの間あったのにまた出血しちゃったとかね、止まらないとかね、だら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 続くと、これはホルモンのバランスが崩れてるからこうなったんでしょうって、実はですね、子宮体がんだったとかね、あるね。ですからやはり変な出血があるってことは我々にサインを送ってるって考えてもらいたいんです。早く見てよってね、どっかに病院行ってちゃんと私のこと見てよって言ってるのに、よく出血をしてる人2ヶ月ぐらいほっといたらという人が来ることあるんですけど、皆さん絶対そういうふうにやることはしないでですね、出血あったなと思ったらやっぱり2週間以上出血あったらもう絶対病院行った方がいいと思ってください、ね、で早く見つけるということです。次行きましょう。で、子宮頸がん予防できるそうですね、これはですね、先ほど一番最初に私が言ったように予防できるがんで入り口のところを検査することによってですね、早期にですね、見つけることができる。で、その後ですね、ちょっとパピローマの話をちょっとしますけれども、 HPV っていうのがね、子宮の入り口のところにくっつきます。男性と性交渉して、で、それによってずっとそこに居座るとがんになるって言われております。そこでですね、この、1983年にドイツのツアーハイゼン、博士がですね、子宮頸がんの中からパピローマっていうウイルスを検出しました。これが16型の遺伝子をでノーベル、生理学賞を取りました。それでですね、 HPV っていうのは以前は皮膚やイボ、それから外陰肛門の中にできる線形コンチロームって聞いたことあります？外陰部とかですね、肛門の近くにね、イボイボができちゃうんですね。で、これは良性のものなんですけれども、これが HPV のですね、低リスク型のウイルスによって起こる線形コンチローム。で、高リスク型の、高リスクっていうのはその本当にがんになるタイプとしては16型18型っていうふうながんがですね発見されました。で、子宮頸がん、浸潤がんはですね、先ほど言ったように HPV がずっとそこに居座って悪さしてると、異形成上皮内がん頸がんとですね5年10年かけてですね、進行していくということになっております。で、ただしね、普通の人は皆さん HPV っていうか男性と性交渉するわけですから、ほとんどの方がHPV にかかります。かかってもですね、ここにも書いてある2年以内に普通ほとんどに消えちゃうんですね。で、消えない人っていうのはどういう人なのかなっていうと、体の免疫能力がねなかったりするような人なんかはそこでずっと持続感染が起こってですね、で、異形成に進むと言われております。で、これがそうです、HPV ですね、皆さんかかるっていうふうに先ほど、話したように、普通正常で感染します。で、軽度異形成、中等度上皮内がん、高度異形成上皮内がんで、これどんどん進んでがんになっていく。で、ただね、この軽度異形成の時に元に戻ることもあります。元にね、ですから軽度の場合だったら大体ね6ヶ月に1遍フォローしていけばいいと思います。で、中等度の場合もね戻ることがあります。ただね、これはやはりちょっと確率が少ないんで少し少ない、がんに
行く場合も 10% ぐらいあるんでですね、3ヶ月に一度ちょっと見ていくっていうのが重要だと思います。中等度の脈ですね。でじゃあ頸動異形成の場合に正常に戻るって言われてるんですけど、本当に正常に戻るの、なんか隠れてるだけじゃないのって可能性もあります。ですから我々は騙されないようにですね、頸動異形成であっても正常に戻ったとしてもまたですね、できたら半年後に1回見てですね、本当に大丈夫なのかっていうのを確認した方がいいと思います。 HPV が隠れてることもあるっていう、騙されたりねすることがある。がんはですね、これ、まあ、このパピローマとは別で、我々が目を光らせて見てるとこんなのちっちゃくなってるんですね。でもちょっと目を離すとバーって出てくることがある。いっぱい抗がん剤を使ったりして患者さん見てたんですけど、あれだいぶ良くなったから腫瘍マーカーも下がってすごく良くなったから退院しましょうっつって退院させてね、で何かあったらすぐしてくださいよっつって、で何か半年ぐらい来なかったんですけど、大学いた頃ね、何か腰が痛いんですって来て、腰が痛いっつって写真 MRI CT 撮ったら骨に転移してました。そんな感じなんです。で見てればがっちり見てれば、まあ、3ヶ月にいっぺん来てくださいって話してたんだけれども、なんか6ヶ月ぐらいにしたのかな、あらーと思ってね、騙されたって。やっぱり目光らしてがっちり見てるとこんなちっちゃくなってんだけど、例えば抗がん剤使うとかね、ただそれをちょっと目離すとねバーって本当にもう勢いを増してですね、我々に襲いかかってくるようなことがあります。非常にがんは怖いんです。治療の、状態に関しては先ほどもちょっと話しました。中等度、中等度の場合はね、塩水切除はほとんどしません。ただしすることがあるんですね。社会的な要因なんですけど、私、3ヶ月に一遍とてもじゃないけど病院毎回毎回行けないやって人が世の中にいると思うんです。そういう人は、まあ、中等度であっても塩水切除しましょうかと。いうふうなことをお話してくれる先生もあると思います。行動異形成、上皮内がん、この場合はですね、塩水切除でもこちらのですね、浸潤がんになった場合はもう先ほど言ったように子宮、卵巣、それからリンパ節、それからですね、まあそれができない場合は放射線療法ですね、まあ、最近放射線も非常によく効くようになってますんでですね、そういう治療、この辺からはもう治療が必要になると考えていただければいいと思います。それからこれもですね、先ほど話したようにですね、 HPV の、ウイルスの話ですね、16、11型っていうのがですね、これは低リスク型のパピローマです。がんじゃないです。子宮の外陰部のところにできるイボがですね、6型11型っていうものでですね起こります。それからこの高リスクっていうのがですね、ハイリスク16型18型、これも先ほど話したようにですね、扁平上皮と腺がんで見られます。ただ一つここでちょっとお話ししたいのが あるんですけれども、今コロナでオミクロン株とかいろいろ出てきてるのご存知だと思いますけれども、このパピローマウイルスもですね、昔は16、18型がメインだったんですけど、最近いろいろなウイルスが出てきています。でこれはですね、3133355258、こういうウイルスがですね出てきているんですね。で全てがこの16、18型 HPV がなるわけじゃなくてですね、ワクチンが今できてきてるんですけども、全部カバーするってことができるわけじゃないんです。そこでですね、やはりパピローマウイルスがこういうふうにいろいろと出てきているということをちょっと頭に入れておいていただきたい。でこれ HPV 感染っていうのは病気じゃないんでですね、あっても自然に消えることはあるんで治療の必要性はありません。子宮頸がんの予防にはですね、ワクチン、それからなぜ HPVワクチンが効くのか、ワクチンは誰に有効か、まあ、この辺ちょっと簡単にねお話します。まず一つに子宮頸がんの予防ワクチンとは、皆さんですね、
子宮の、12歳13歳ぐらいのまだ性交渉がない子に、偽物のそのパピローマってウイルスをですね、子宮の入り口にワクチンでくっつけちゃうんですね。そうするとその子がもし20歳過ぎてご結婚して男性と性交渉を持った時に本物が来てももうくっついちゃってるからそこにくっつけないんでがんにならないっていうのがこのワクチンだと思ってください。ですから効果はやはり全く性交渉がないような抗体まだ持ってないようなやっぱり12歳13歳そのぐらいのですね、お子さんが非常に有効だということが言われております。もちろんそれだからって言ってじゃ あの性交渉もあった方である程度年齢いった人に全く有効じゃないかってんじゃないんですけれどもね、やっぱり一番有効なのはそういうふうなね若い子まだ一回も、性交渉がなくてですね偽物のウイルスのパピローマを入り口にくっつけちゃうと、でそれによって本当に20歳過ぎて性交渉した時本物が来てもくっつけないと、これが一番簡単なこのワクチンのですねあれだと思ってください。各国における HPV これねもうヨーロッパとかですねそれからアメリカ欧州もうほとんどのところがもう HPV これからまた統計とかお話しますけどほとんどのところがやってます。あちょっと残念なことに日本では先ほど話したように、2009年ですね9年からこのワクチンを、定期接種になったんですけど、まあ、4年ぐらいやってた時に、テレビでもご紹介になったと思いますけれどもこんなになっちゃったりこんなこんなね心線を起こしちゃったりとか、いろいろな副作用があったためにですね積極的に推薦するのがストップになりました。で、今年ですね2022年にですねまた積極的にそれがその原因じゃなかったんじゃないかっていうふうなことがですね厚生労働省の方とそれから HPV に関わる、そうですね、いろんなところで調査した限りでちょっと違うんじゃないかっていうことでですねまた積極的にですね改善されるっていうことになりました。ただ一つだけちょっと頭に入れておいてもらいたいのがまたあります。ワクチン打ったらいいのかって言ったらそうじゃないんですね。でそれはどういうことかっていう と、私も越谷市のですね子宮がん検診のですね、まあ、院長やってた時にですね、将来的にもしかしたらこ のパピローマのウイルスを打った人と打ってない人のなんとか統計を取りたいなって私考えたんですね。そこでがん検診の予診票にですね HPV を受けたのか受けてないのかの項目を付け足していただきました。で今もそれがあるんですけれどもその統計もちょっと取ってみたんですけれどもやはり受けてた人には子宮頸がんになることはないです。異形成はあります。異形成の場合で済んでるんです。ですから効果はあると思います。間違いなくですね。やはり現実味にやはりこういうのを調べないとどうのこうの私たちが言っても全然こう積極的がないんでですね今までの、子宮頸がんの受けてた方はご存知だと思いますけど HPV 受けたことありますかなんて丸をねこうつけてもらうようにしてました。ただ今言ったように異形成の方はいます。じゃあなんで異形成が出てくるのワクチン打ってるのに。これが先ほど言ったように33323545252582というね他のウイルスが時代とともにですねどん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 増えてきてるんです。まあメインはですね16型のパピローマをやっつけることによってですね予防することができるんですけれども、そういうことでですねワクチン打ってても全てを予防するってことはできないと。そこで大事なのが検診なんです。ですから子宮がん検診を受けることによって2つどもやね1つはワクチンもう1つは検診この2つをやってれば絶対大丈夫だと思います。ワクチンやったからいいやなんてんじゃなくてですねやはりその2つをね、ぜひやっていただければもう完璧って言っちゃおかしいですけどね異形成で済む可能性があります。そうですねまあ、HPV
ワクチンの課題、まあ課題って言ってもあれですけどね、ワクチンってどのくらい効くのとかね、そういうのもやはり昔分かんなかったんですけど、今、大体 9年から10年ぐらいですか、抗体持続するって。ワクチンの中でもね、一つサーバリクスっていうのがあるんですけどね、それからもう一つガーダシルっていうのがあるんですけど、まあこれもちょっとまた後で話しますけど、サーバリクスは大体10年から10年ぐらいだったかな、それからガーダシルが6年ぐらいって、それはもう臨床的に証明されている効果がね。ただ課題があってですね、ワクチン多価のマルチプルなワクチンが今開発されています。実際にですね、ワクチンの話はまた次にお話しましょう。でこれがですね、子宮頸がんワクチンですね、まあ、先ほど、まあ、私ちょっと話しちゃったんでですね、ちょっとこの皆さんのあれにありますから、ちょっと見といてくれればいいと思います。でこの、HPV のワクチンっていうのはですね、普通 のワクチンっていうのはインフルエンザにしても何にしてもある程度感染することによって抗体ができるって皆さん知ってますよね。である程度その抗体が作られるためにはやはり症状が出ます。ところがこの、HPV のワクチンの場合は全く症状が出ない。それはね、細胞の、ね、表面のですね、基底膜っていうところにくっつくんでですね、症状ができる。ですから抗体もね、どうしてもつきにくいっていうのがある。そこで開発されたのがこの HPV のですね、ワクチン。だから自然の抗体はなかなかつきにくいっていう、基底膜のですね、表面にある上皮のですね、基底細胞に生じるんで症状は現れませんっていうのがね、まあ、これもそうですね、ワクチン誰に有効か、先ほどちょっと話したようにですね、まあ、年齢はある程度若い方の方が抗体がですねつきやすい。これがそうだよね、まあ、年齢がある程度いった人と16月18日に関してもある程度抗体のつきは年齢が若い方の方がついているというふうなデータです。 HPV18 にしてもね、16にしてもですね。それからこれが各種のですね、HPV の事情ですね。アメリカ、イギリス、イタリア、フランス、それからこれ今10カ国なんですけど、大体100カ国ぐらいでもうやってます。ほとんどが公費負担ということでですね、行われております。ただ先ほど言ったように日本ではですね、2009年以降ですね、積極的に、まあ、定期接種は定期接種で受けられることがあったんですけど、ああいうことがあってからですね、国の方もですね、ワクチンキャップって言っていいのかなと思うんですけど、積極的にされていなかったということです。ただワクチンに関してはやはりコロナもそうですけどね、それから最も、そうですね、皆さん風疹のワクチンって聞いたことあります？何年か前に風疹がすごい流行ったんですね。で、実際になる人とならない人がね、風疹の抗体持ってる人はならない。だからなった場合はですね、先天性風疹症候群つって大変なお子さんをね作ったりするようなこと。でもね、やってればそういうことはまずなかったんだよね。でやってなかったことによってそういうふうになって、でもなった人はね、なんで私だけなっちゃったのってなる、ね、これはコロナもそうですし、全てのこの多分トピローマもそうだと思うんですけど、ワクチンにやはりいいところと悪いところがあるんでですね、やはりそれを どういうふうにですね、皆さん考えてですね、行くのか。要するに、まあ、我々医療の従事者としても、もうこれ絶対なくちゃダメよって、そういうことじゃないんでですね、ぜひ今日これからもうちょっと詳しくワクチンの話しますけれども、それを参考にちょっとしていただければいいと思います。それからですね、ワクチンの、費用、これはですね、まあ、公費負担になってますんで今は無料です。本当に打つとですね、多分6万ぐらいすると思うんですね。でこれ3回打つんですね。で3回打って6万ぐらいです。でただ公費負担になってます。まあ
小学校6年生から高校1年生でしたっけ、ですね、の方に、対象になっております。それから16、18型の子宮頸がんに関して 70% の予防ができると。で、今ですね、このワクチンにも、新しいワクチンが出てます。マルチプルのワクチン、9価のワクチン、先ほど言ったのは2価と4価の話して、で今こちらの定期接種でできるのは2価と4価なんですけど、9価のワクチンっていうのが出てきてます。それが先ほど私言ったように33とか35、45、52、58とかですね、そちらのもカバーできるようなワクチンが出てきております。まあ、時代が進むにつれてですね、そういうふうになってきて、治療用ワクチンの代わり、まだ治療用のワクチンは出てないんですけれどもね、それから、この現行ワクチンの効果どれだけ、先ほど言って大体、まあ、今のところ 9.5 年、サーバリクス、それからガードシー6年というのが大体今言われているところですね。まあ、ブースター、これもね多分必要になるとは思うんですね。っていうのはコロナでもそうですね、何回もねこうやっぱり抗体が下がってきたら打つっていうような、ね、ことで、で子宮頸がんの今皆さん受診率って分かります？大体どのくらい遅れてると思います？日本人は、まあ、大体 30% ぐらいなんですよ実はね。で、越谷市は 10% ぐらいでしたっけ。非常に、まだ8から 10% ぐらいだったと私は思ってるんですけどね。やはりね、子宮がん検診の受診率がやはり低いんですね。で、やはりやっぱり女性の方はね、受ける人は受けるんです。でも受けない人は受けない。それから20代のぐらいの若い子は受けないんですよ、ほとんど。それで我々ね、クーポンとか出したりしてですね、なるべく若い子をですね受けていただくようなこともやってるんですけれども、毎年毎年受けても、同じ人が受けててもあれなんで、やっぱり受けてもらいたいのはやはり若い方でですね、将来やっぱり子宮を取って、悲惨なね、人生を送るのを困るということで、ぜひですね、受けてもらいたいと思います。ただ越谷市の場合も今 8% って言っても、他で受けてる方もいると思うんですね。例えば会社の検診とかですね。ですから大体、でもそれにしても日本人の、受診率っていうのが28、24から30、この辺なんでですね、大変低いんでですね、なるべく子宮がん検診を受けるようにしていただきたいと思います。それからですね、例えばワクチンを、12歳あるいは高校1年生ぐらいの子に打ちます。で、例えば産婦人科で打った場合はですね、これ打った後やはりご結婚したら必ずね、がん検診も受けましょうねって私は話するんですけど、なかなか内科の先生とか小児科の先生はそういうこと言ってくれないと思うんですね。まあ打ったらいいよみたいな感じで終わっちゃう感じですよ。だからぜひですね、まあ、内科でも小児科でもいいですから、やはり受けた後に、12歳ぐらいの子に判断するって言ったって無理なんですよ。ワクチンを打とうか打つ前かなんてね、12歳の子に言ってもなかなかわからないと思うんですね。やっぱりそれはね、親がね、やっぱりね、きちんと判断してあげるべきだと思うんですね。で、どうしてかっていうと、やっぱりがんになった人、私もいっぱい、大学時代見てますけど、なんで私だけなっちゃったの、なんでなっちゃったのってね、よく言うことある。で、今回こういうふうな、例えばワクチンがあるんだったら、それを使うことによって予防できるんだったら、それは非常にね、嬉しいことだと思うんでですね、それを判断するのはやはり親御さんだと思います。積極的にやはりそういうのを関心持って、皆さんそれでこうやって来ていただいてるんだと思いますけれども、全然興味ない人はですね、子供がどうなってもいいやなんてね、なってしまうかもしれないですけれども、ちっちゃな子供が判断するのは
やはりできないんで、やはり両親あるいはお母さんがですね、ぜひ、子宮頸がんになったら大変なことになっちゃうんだって、で予防できるんだったらそういうふうなことをした方がいいっていうふうなものをぜひ頭に入れておいていただきたいと思います。そこでですね、ワクチンに関してもですね、やはり副作用とかですね、またその点またこの後また話しますからね、ワクチンプラス、検診ですね、これをぜひ頭に入れておいてください。じゃあまた始めさせていただきます。先ほどパート1って言ってたんですけどね、今度パート2って、まあ、あまり考え2でも1でもいいんですけれども、大体ダブってまた話するかもしれないんですけど、ご了解していただきたいと思います。これからのちょっとスライドっていうかね、こちらはですね、まあ、厚生労働省がですね、ワクチンに関しての積極的に、進めるということでですね、勧奨を再開するということで、作られたパンフレットをちょっと 改良してですね、ちょっと作ったものですので、まあ、参考にしていただければ幸いでございます。聞こえなかったですけど、子宮頸がんのですね、まあ、現状、先ほどもちょっとこれ話したんでですね、どういうところにできたのか、それからどういうがんなのか、もう皆さん先ほどの私の説明で大体わかると思うので、まあ、ちょっと復習ということで、ちょっと見ていただければ、まあ、日本人で毎年ですね、1万1000人、先ほど言ったようにね、子宮頸がんにかかって2800人の人がですね、亡くなるということです。まあ、20歳ぐらいから増えてくると、ここに棒グラフになっているようにですね、ぐわっとやっぱり20代、30代、特に30代ぐらいからね、一番性成熟期のです、ね、大事な時ですね、異妊性で異妊陽性って言ってですね、お子さんが欲しいような時、の発生が増えてきています。まあ、50代60代ぐらいになった場合ですとね、子宮をまあ取っても、まあ、女性の方ですから本当は取りたくないかもしれないですけど、命に関わるような問題ですと、やはり、とてもしょうがないかなってことがあると思いますけど、やはり若い方はですね、なるべくだったらそこまでいかないでですね、見つけてあげるということです。で、大体子宮頸がんになるっていうのは、ね、どのくらいなのかって、これが、まあ、ちょっと分かりやすいような、大体1クラス35人の女子の、ね、クラスとしてですね、換算しますと、まあ、2クラスぐらい70人ぐらいですねに1人、よく皆さんが、まあ、小学校中学校で、まあ、女子校って小学校はないか、中学校はあるかもしれないですけどね、70人ぐらいに1人と、これだとちょっと分かりやすいかな、1万人あたり132人ということです。つまりどのくらいかっていうと、で子宮頸がんで亡くなる人、これ1万人でですね、30人亡くなります。まあ、1万人で30人ってどんなんだか全然分かんないかもしれないけど、先ほど言ったようなクラスで言えば35人のクラス、350人もしいるとしたら、その中で1人ぐらいです。でそうするとある程度皆さんのイメージに湧いてくると思います。でこれも先ほどちょっとお話したようにですね、正常から HPV っていう感染を起こしてですね、で子宮頸がん、持続的にウイルスがそこにいることによって、全がん状態、異形成の状態になって、それが、軽度異形成、高度異形成、中等度異形成、高度異形成とだんだん進化し進んでってですね、浸潤がん、子宮頸がんになるということが書かれております。まあ、数年から数十年、ただ、軽度異形成の状態では元に戻る可能性もあるということです。で子宮頸がんの治療、これも先ほど言ったようにですね、子宮頸がんの場合ですね、早く見つかれば塩水切除ですね、それから一部切り取ってですね、の入り口のところを切るだけの手術で済みます。それを超えてしまうと子宮を取ったりですね、卵巣を取ったり放射線をやったりしなくて、子宮を失うことではなくて妊娠ももちろんできなくなるということが言われております。
で、チピワクチンの始まりと世界の状況、これも先ほどちょっとお話したと思うんですけど、大体100カ国以上で、でですね、公的な接種がされています。イギリス、オーストラリアでは接種が約8割がですね、受けられるということになっています。2009年からですね、2006年にこのワクチンが作られました。で、2009年からですね、日本ではですね、承認され、で定期接種に加わっております。パーセンテージではこんなアメリカ、カナダ、まあ、カナダなんかかなり多いですね。カナダ、オーストラリア、それからやっぱり低いところもちょっとありますけれども、ある程度やっぱり 50% はだいたい超えてきてるかなって。日本はもう 1%、2% でしたね。今はほとんどこの9年間ですね。それで子宮頸がんとワクチンですね、ポイントですね、これが、ワクチンで予防してですね、検診で見つけると、先ほど言ったように HPV の、マルチプルな他のウイルスが出てきているんで、そこまでカバーできないことあるんでですね、できれば検診をきちんと受けていただければいいと思います。それから子宮頸がんの検診ですね、これもですね、20歳になったら子宮頸がんの検診、早期検診、定期検診を受けることを勧めております。検診ではですね、全がん、異形成、子宮頸がんなんかの検査をします。ここに書いてあるのは必ずですね、ワクチンをやってもですね、子宮頸がん20歳になったら、2年に1度、国では2年に1度、先ほど言われた越谷市では1年に1回できますので、ぜひ頸がんの検診を受けていただければ幸いだと思います。で、これがHPV ワクチンの接種についてなんですけどね、先ほど私がちょっと話したように、定期接種で行われるワクチンは2つあります。これがサーバリクスってやつとですね、それからガーダシルっていうワクチンです。で、サーバリクスについてちょっと話しますと、HPV の16、18型を抑える作用がある。まあ、日本で一番多いのがその16型ですね。それから18型は先ほど言ったように2割ぐらいだったので、ね、80% がだいたい16なんですけれども、2割が18で、この2つを抑えてあげるというワクチンがこのサーバリクスというやつです。1回目がですね、0ヶ月、それからその1ヶ月後にですね、2回目を打つと。で、その後ですね、6ヶ月後にまた3回目を打つという、こういうふうな流れでこのワクチンを打つようにしております。で、もう一つ のワクチンがですね、ガーダシルってやつですね。で、これがですね、4価のワクチンって言われています。先ほどのサーバリクスが2価のワクチンで、これが4価のワクチンですね。サーバリクス同様ですね、16、18型に関しては、ハイリスクの子宮頸がんを予防します。で、このワクチン のサーベリックスの違いは、6型と11型の先ほど話したような扁平コンジュロームにですね、効くというふうなワクチンです。ただ、メインはやはり子宮頸がんを考えると、まあ、扁平コンジュロームじゃ命を落とすことはないんですけどね、やっぱり扁平コンジュロームで私も今治療 してる人結構いますけど、もし変なボツボツができちゃったら、イボみたいなのがいっぱいできちゃうとですね、やっぱり結構大変なんですね、治療するのにね。レーザーで焼いたりですね、それから薬を使ってですね、そのイボイボを取ったりするようなこともあるんですけれども、やはりそういうふうなのもですね、このガーダシルっていうのは予防することができます。じゃあどっちがいいのかなって、思うかもしれないですけどね、まあそれは先ほど私がちょっとヒント言ったんですけど、サーバリクスの方がちょっと 9.5 年っていう風なですね、抗体がちょっと長くついているのかなと、
でガーダチンの場合6年ぐらいかななんてのが今言われております。子宮頸がんに関しては少しやはりサバリクスのがいいのかなって感じもしますけど、ただ あまり、すごくですね差があるってわけではないです。で、これは選ぶことができますんでですね、病院行って、よくご相談してですね打つっていうことも一つのあれだと思います。ただやはり、サーバルクスを打ったのに今度はガーダチンを打っちゃったとかってそういうことがあったら困るんですね。やはりきちんとですね同じワクチンで打たなくちゃいけないんで、前回打ったのと同じワクチンを頭の中にぜひ受ける方は入れといていただかないといけないと。やはり病院なんかだとこう注射打ったりするときにパパパパパパ打ったりすると間違っちゃったりしたら困るんでですね、まあ私のところなんか一応ガーダチンにしようかななんてに決めてる病院もあると思うんですけど、それはご了解していただいて、積極的にどうしてもサーバリクスがしたいって場合ですと、またそれに対して先生にご相談していただくってことがいいと思います。それからですね、最近できたのワクチンでですねシルガード9っていうのがあるんですね。でこれはどういうワクチンなのかっていうと、16、11型、このヘッペコンジロームには効く、それからですね16、18、31、33、45、5258ですね、この辺もマルチプルにですね、予防できるというふうな最新型のですねワクチンが出てきております。日本でも一応ですね認可は通りました。ただ定期接種にはまだ入ってないんでですね、まあできれば本当はこれがいいんですけど、なかなかコストの問題もですねこれ多分10万以上すると思うんですね、高いワクチンなんですね、将来的にはこういうふうなシルバード9に変化変わっていくんじゃないかなとは考えられております。それからですねこのちょっと横のところにキャッチアップ接種って聞いたことありますか、クリニカさんね。これは対象者があります。受けられなかった方がいるんですね、平成9年4月2日生まれから平成18年の4月1日生まれの女子の方、キャッチアップ接種が受けることができます。それからですね令和、それが受けられるのが令和4年の4月からですね、令和7年の3月、3年間ですね。でこれもちょっと今まで受けられなかったのが受けられるっていうふうなキャッチアップ、これができるようになりましたので、たまに入れておいてください。これがワクチンのですね、今定期接種でできる2つのワクチンのことをちょっと説明させていただきました。それから HPV ワクチンの効果ですね。先ほど来話したようにね、子宮頸がんの原因をですね、70%、50から70% ぐらい、防ぐことができます。HPV16、18に関してですね、それからですね、ここにも書いてあるようにサーバリクスは 9.4 年ですね、持続抗体を維持する、少なくともこれができると研究では分かってきております。ガーダシルが大体6年ぐらいだっていうのが学会のですね論文で出てます。で、HPV ワクチンを導入することによってですね子宮頸がん前がんの予防を効果を示すことができると、ある程度どんどんこのデータも出てきております。ヨーロッパなんかでもかなりですね、ワクチンを打つことによってもですね、経過をね予防するっていうふうなデータがですね出てきております。ただやはりねワクチンの場合はですねコロナでも何でもそうですけれども、やはり副作用があります。でやはりこの副作用がですねやはりネックになるんですけれども、まさかうちの子だけならないだろうなと思ってなっちゃったりすると、これ一人でもやっぱり出たらですね
これ お母さんお父さんとしてはですね大変なことなんですね。ですから国の方もですね一回ああいうふうなことが起こったらやっぱり積極的に打つのやめましょうってきちんとですねデータが出るまではちょっと一時的に、やめましょうということで、まあ積極的な勧奨をですね中止していたんですけれども、いろいろとデータが出てきております。この9年の間ですね、長い間かかってですねやっと少しずつ少しずつ皆様にご紹介できるようなあれが出てきたんで国の方もですねこのワクチンを積極的に勧奨してですね進めていきましょうっていうふうなことが行われてきています。リスクとしてですねこちらに書いてあるようなことがあります。サーバリックス、ガーダシル、ほとんど似たような感じですね。50% 以上がですねやっぱり痛みとかですね発赤、それから主張ですね、そういうものがあります。あと、疼痛も同じですけどね、それから、10から、50% ぐらいですか、これが痒みとかですね、それから、ちょっとスライドちょっとちっちゃくて見えないんですけど皆さんのところにねプリントありますからねちょっとよくお読みになっていただきたいと思います。それから1から 10% ぐらい蕁麻疹、めまい、発疹ですね、それから 1% 未満で注射の針のところの痛みとか触覚異常とかですねそういうものですね、こういうものがあります。それからそうですねやはりこのワクチンを打った後にですねちょっとやっぱりこう痛みでね倒れる子もいるんですね。でこれはこのワクチンだけじゃなくてですねやはり恐怖心っていうのがあるんです。やはり痛いとかねそれから、怖いとかねそういうものがあると、迷走神経反射つってですねそれが起こってですねでやはり意識が急になくなったりすることがあります。もちろんそのためでなるべく30分ぐらいは病院に行ってですねコロナと同じでですねある程度状態を見て、これだったら大丈夫だなっていうふうな状況になってから帰っていただくということにしていただければそういうふうなものを予防することができると思います。重い、アレルギーとしてはですね、アナフィラキシーこれも病院の方でですね、アナフィラキシーを起こった時にすぐ処置できるようなものとかに全部準備してですねこのワクチンをするようにしております。因果関係があるかどうかわからないですけれども接種後短期間で感染した例を含めるとですね HPV ワクチンの、接種後に生じた症状としてあったのが1万人あたり9名ですね。うち医師や企業が重篤と判断したのが1万人で5名ということであります。ただ5名あったとしてもですねやはりなるべくこのワクチンのですね、打ったことによってこういうふうなことが起こるっていうことがあるとちょっと不安になるっていうねことがあるんでですね、何かあった時にですね国の方ではですね、それに対する色々な対応を、ね、していただけるようなことになっております。またちょっとその後で話しますけどこれがその前のですね HPV ワクチン接種後に生じた1万人あたり9人、それから重篤な場合が1万人あたり5人という痛みしびれ動かしにくい、不随運動、私もこれ前4年間の間ですね結構こう打ってますけどこのそうですね不随運動とかそういうのはあんなテレビで見てるようなのは経験全くないですけれどもねやはり一回ああいうのがね出ちゃうとねやはり皆さん不安になっちゃうと思うんですけどね私が知ってる先生もあと埼玉県の方でも医会の方でも全部これ統計出してます。でなんかあそこまで広いのはないんでねやっぱりちょっと
何かリスクがもともとの個人的な方にあった可能性ありますけど、 100% これがなったんじゃないと。ただやはりワクチンを打つのがこう、反対している団体とかもいろいろいるんでですね、そういう人たちにとってはああいうのが出たことはもう絶好のね、チャンスと思ってですね、考えてたあれだと思うんですけどね。ただぜひもしなった場合にはですね、いろいろと処置をしていただけるっていうふうな、かかりとかですね、それから接種した先生、それがもし、それでもなかなかうまくいかない場合は連携の病院、例えばこうコネスト同居とか私立病院とかそういうところもきちんとありますのでですね、してください。でこれはですね、厚生労働省の方でも接種が本当に原因と証明されていなくてもですね、接種後に起こった健康状態によっては報告が全部来ます。で審議会を行ってですね、一定期間で症状をですね、このワクチンとの因果関係があるかどうかっていうのの検討を毎回していると。これが厚生委員会審議会予防接種ワクチン分科会、こういうもので、ある程度こうワクチンに関してもですね、定期的な確認をしているということでございます。じゃあもし健康被害が起きたらどうしたらいいんだろうと。これもやはりね、コロナにしてもそれから風疹ワクチンにしてもですね、それからこの HPV にしてもですね、健康被害が起きた場合はですね、一応、このようにですね、全く極めて稀なんですけれども、重い、健康被害が起きた場合に、この HPV ワクチンだけに限らずですね、国の方でではですね、接種によった症状をですね、救済する処置、法律に基づいてですね、医療費、それから障害年金の交付、こういうものも受けられるというふうなものがきちんと成立、最近なってきております。例えばそうですね、厳密な医学的な因果関係まで必要としなくてですね、ある程度接種後の症状が予防接種が起こることが否定できない場合はこれに当てはまるというふうに、国の方でもかなりある程度ですね、ワクチンに対してですね、ある程度こう積極的に動いてきていると。今までそういうことはなかったんですけれども、そういうふうになってきたということです。それからですね、これ筋肉注射、皆さんよくご存知だと思うんですけどね、インフルエンザなんか皮下注射、それからあと風疹もそうですね、皮下熱ですね。でコロナとこの HPV ね、これは筋肉注射なんでですね、ちょっとね、腕とかね、太ももに注射します。そうですね、つい痛みとかしびれをね感じることがあります。それからですね、接種後にですね、立ちくらみ、失神等、起こることがあるんでですね、30分ぐらいですね、休憩を取っていただくということになっております。これ迷走神経反射って言ってですね、そういうことが。で、昔はですね、ワクチンにしてもすごくこう太い針でやってたんですよね。太くてすごい痛いんだよね。で最近細い、なるべくですね、いろいろと医学っていうか、それはあれかな、針にしてもそれからいろいろなものにしても進歩してきてます。キレがいい針なんてのであるんですね。注射してもね、本当に痛くないような、ね、針というかですね、針の性質をうまく変えてですね、なるべくっていうのはね、ちっちゃい子だとやっぱりどうしても恐怖心があるんですね。刺しただけで痛いっていうのはね、それによってもう絶対痛いんで、それをもう頭にこう入り込んじゃっててですね、なるべくそれを、あれこんなに今の注射って痛くないのっていうふうなのもできてきてますんでですね、そういうことで少しでもですね、その患者さんの患者じゃなくてね、この受ける方の負担を取るような
ことも現在されてきているということです。もちろんこの接種を受けた日はですね、激しい運動を控えるということになっております。HPV ワクチンに対してですね、いろいろとこう、分からないことがありました場合は、この、協力医療機関を受診してですね、あるいはかかりつけ医、それが接種を行った先生とですね、ご相談することができますので、よくお話を聞いていただければ幸いだと思います。でもちろん1回2回打った後にですね、なんか変だなと、もう3回目やりたくないなということがあればやめることもできます。それは状況にもよりますのでですね、あえて無理にねやることもないと思います。HPV ワクチンに関しましては、今私が言ったように、ワクチンだけじゃなくてですね、検診、これも大事なんでですね、ぜひ、ワクチンをやった後、20歳を過ぎて男性と性交渉を持ったら検診を必ず受けるということは、ぜひね、頭に入れていただければ幸いだと思います。で、HPV ワクチンに関する相談先っていうものがこちらにこう出てますのでですね、これも厚生労働省の方から、ワクチンに関する情報をですね、示しております。わからないことがあった場合はですね、こちらの方でですね、ご相談していただくのも一つになると思います。そうですね、今私が話したことがですね、今日の大体の、メインのですね、お話になります。この9年間ですね、日本の子宮頸がんに対するですね、ワクチンのですね、現状がかなりネガティブな方向にいったんですけれども、今後ですね、ぜひまたこれが少しずつ波及していってですね、ぜひ、皆さんのお子さんとかですね、そういう方が大きくなった時に子宮を取らないでですね、住むような世界に、日本も少しずつ追いついていくということを我々は望んでおります。私どももやはり、がんの患者さんをいっぱい見てきたんでですね、多分これ見てないとね、分かんないと思うんですけれど、なんで私だけなっちゃったんだ、なっちゃったんだっつってですね、非常に、悲しいですね、生活を送ることになると思います。そういうふうにならないようにね、ぜひ、12歳、13歳ぐらいの子は自分では判断できないと思います。で、それを判断してあげられるのが親だと思うんですね。これはやはりやった方がいいなということでしたら、ぜひ受けていただければ幸いです。ちなみに私の娘はもうとっくに打ちましたけれども、先生だったら打つのとかって言われた時に、やはりね、ぜひ打ちますって話はしたんですけれどもね、将来私が亡くなった時に子供が子宮、自分の産婦人科の、ね、お父さんが一緒だったのに癌になっちゃったって話にならないんですね。なるべくそういうふうにならないようによくお話をして打たせましたけど、まとまりない話でございましたが、少しでも皆さんの参考になっていただければ幸いだと思います。どうもありがとうございました。